よし、人型ロボットとハイペリオンのメインシステム、この2つのリンクは切断できたよ。けど今は必要な設備が揃っていない。彼女を再び目覚めさせるにはネゲントロピーの本部まで行くしかなさそうだ。でも係屋はどうするの？彼女の話だと天命がデザイアジェムを奪うために多くの部隊を出撃させてるのよ。きっと今も切迫しているわ。支援が必要よ。それにもしデザイアジェムが天命に奪われたら大変なことになるわ。うん、そうだね。実はさっきテレサさんとこの件について話し合ったんだ。それで現状に沿ったプランを2つ考えた。一つは係屋の支援要請を無視してこのままネゲントロピー本部に戻り人型ロボットを修復する。デザイアジェムについては諦めてキアナの行方を最優先にするんだ。全員が共に行動することでリスクを最小限に抑えることができる。ただしこのプランだとデザイアジェムは奪われる。そして係屋とその部隊もおそらく。正直長い目で見たらこの案は有用とは言えないかもしれない。ではもう一つのプランとは一体どんな内容なのですか？僕たちがそれぞれ別行動を取るんだ。2グループに分かれてネゲントロピー本部と係屋のいる場所に向かう。運が良ければ両方うまくいくだろう。もちろん括弧撃破されて全てを失うリスクもあるけどね。つまりプラン1だと安全性が高い反面デザイアジェムと係屋を犠牲にしてしまう。プラン2だと危険性は高いが長い目で見るとメリットがある。どちらにしても一か八かだね。はあ、厄介ね。どちらのプランがいいか公平に投票で決めようと思う。みんなよく考えてくれ。5分後に投票を始めよう。艦長と一緒にいると安心します。了解です艦長。人型ロボットとデザイアジェム、どちらも失うことはできないわ。難しい選択ね。メイ、あなたはどう思う？本音を言うと、犠牲を考えなくてもいいのならキアナちゃんの行方を探したいと思っています。もうあれから4ヶ月も経ちましたから、キアナちゃんが心配です。私も同じよ。それにみんなを危険にさらすわけにもいかないわ。プラン1を選ぶしかなさそうね。バレちゃった。温泉に入りたいわ。アインシュタインさん、あなたはどう考えているのですか？僕はプラン1を選ぶよ。キアナは計画の核心でオットーが最も重要視しているからね。彼女の行方を最優先にすべきだと考えてる。それに係屋は信用するに値しない人物だ。これに関しては君が一番よく分かっているか。君の父親を陥れ君を律者に改造した人物があの係屋なのだからね。はい、あの人がしたことは決して忘れません。ただ正直に言うとプラン1も完璧とは言えないんだ。オットーより先にキアナにたどり着けるかどうか、人型ロボットの中にある情報がどれぐらい役に立つのか、不確定要素が多すぎるからね。艦長と一緒にいると安心します。はあ、テスラさんはどう思いますか？悩んでるわ。ボサ頭の言う通り、別行動は全てを失うリスクがあるわ。けど係屋をほっとくのも何か違う気がするのよね。彼女がどうなろうが知ったこっちゃないけど、彼女が手にしている機構部隊はネゲントロピーの大事な資源だし、相当のお金をかけて作ったものだからね。
あれほどの兵力を一気に失うなんて損失が大きすぎるわ。それにカカリアはあの子のお母さんでしょ。ブローニャちゃん、あのメギツネにはこれっぽっちも好感なんて持ってないし、むしろ嫌ってるけど、あの子は違うでしょ。ああ、もうどうすればいいの？艦長、起きて、元気出してください。ブローニャちゃんはどうするか決めた？ブローニャはプラン1がより合理的な選択だと思います。でも、そしたらお母さんは。やっぱりカカリアさんを犠牲にするのはブローニャちゃんにとって残酷すぎるわ。もし心に引っかかりがあるのなら、自分の気持ちに正直になってみて。アインシュタインさんも言ってたでしょ、よく考えてって。でもお母様はみんなにひどいことをしました。ブローニャは自分のせいでみんなを危険な目に遭わせたくありません。みんなを信じて。ブローニャちゃんも本心で選ばないと。ブローニャはお母様にもう一度会いたいです。会って確かめたいことがたくさんあります。私もブローニャちゃんと同じよ。決着をつけたいことがたくさん残ってるの。会えないと困るわ。ありがとうございます、メイ姉様。あれ、テスラさんいたんですか？もしかして私たちの会話聞いてました？そんなことしないわよ。盗み聞きなんてするわけないでしょ。もうすぐ時間だからそろそろ戻りなさいって伝えに来ただけ。わかりました。行こう、ブローニャちゃん。バレちゃった。温泉に入りたいわ。みんな、もう決めたわよね。じゃあ、投票を始めるわ。1、2、3。うん。アインシュタインと私がプラン1。メイとブローニャ、それにテスラがプラン2ね。3対2で、プラン2に決定だ。それじゃあここからは別行動ね。テレサさんと話し合った時、プラン2になった場合の組み合わせも考えておいたんだ。テレサさんとブローニャ、そして僕がハイペリオンに乗ってカカリアと合流しデザイアジムを移送する。テスラとメイがヘリオスに乗ってネゲントロピー本部に向かい、そこで人型ロボットを修復する。全員の状況を見て判断したんだけど、問題ないかな？問題ないわ。博士と学園長の判断を信じます。ブローニャも意見はありません。意義がないならこれで行こうか。メイ、気をつけて。リタはすでに人型ロボットの脳内から情報を得ているわ。きっとキアナの行方を追っていると思う。鉢合わせする可能性があるわ。はい、わかりました。学園長たちもどうかお気をつけて。ブローニャちゃんもあまり無理しないでね。はい、メイ姉様ありがとうございます。ヘリオス号は軌道に乗ったわ。いつでも飛べるわよ。では行ってきます。テレサさん、カカリアとの合流場所まであと15キロのところまで来たよ。ただ通信のジャミングがひどくて、カカリアと全く連絡が取れない。ジャミングの原因はわかるかしら？いや、原因が不明なんだけど、近くの島で特殊な崩壊エネルギー反応を検知した。テレサさん、
ブローニャと調査をお願いできないかな。もちろん問題ないわ、任せてちょうだい。地形を観察中。目標発見。目標ファイヤー。目標ファイヤー。目標ファイヤー。敵へ発見できず。イエス、マスター。システム変更。第1目標。ヘイ、ファイヤー。日々、準備完了。無条件射殺許可確認。目標発進。ファイヤー。期限解禁。目標発進。ファイヤー。発射。これで20体目私の勝ちね。リリア、さっきの賭け通り、おやつのケーキは私がいただくわ。さすがロザリア、こんな短時間で崩壊獣を20体も倒すなんて完敗よ。でもね、負けるのは予想できてたの。だから出発前にケーキは美味しくいただいたよ。なんですって、子供が二人、どうしてこんなところに？あれは、もしかして、ロザリアとリリアですか？ん？リリア、見間違いじゃないよね？あの子。うん。ロザリア、この特徴的なドリルはどう見てもブローニャだわ。執行命令なし、ブローニャ警戒モードに行こう。ブローニャ、本当にブローニャだわ。お久しぶりです、ロザリア、リリア。大きくなりましたね。ブローニャ姉さんは昔のまま、少しも変わってないね。そうよ、どこも変わっていないわ。ロザリア、そこをあまり触らないでください。どうしてここに？最初二人だと気づきませんでした。静かにしてて。ブローニャ姉さんはアインシュタイン博士と一緒に来ているんでしょ？私とロザリアはお母様の指示でお迎えに来たの。連絡が取れなかったからどうしようかと思ってたんだけど。さあ行きましょう。カカリアお母様に早く顔を見せてあげて。カカリアお母様。大丈夫です、少し待っていてください。ブローニャの仲間を呼んできます。指示を。あの二人とは知り合いなの？はい、
ブローニャが孤児院にいた頃の友達で、ロザリアとリリアです。双子の姉妹で、ロザリアが姉、リリアが妹になります。年齢はブローニャより少し下くらいです。友達なのね。よかったわ、仲がいいのね。でもあのピンクの髪の子、ロザリアかしら。彼女の角と尻尾、どう見ても機械じゃないわ。あの質感、崩壊獣のものね。一体どういうことかしら。ブローニャにもわかりません。ブローニャが孤児院を出た時には二人とも普通の子供でした。ロザリア、リリア。あれから一体何があったのでしょう。地形を観察中。あの二人、カカリアの部隊の戦士だね。はい、迎えに来たと言っていました。それとあちらもハイペリオンと連絡が取れず、ここでジャミングの原因を探っていたようです。まさかこんな形で会うとは思いませんでした。とにかく無事合流できてよかった。カカリアのところに案内してもらおう。指示を。ロザリア、リリア、状況をみんなに説明しました。カカリアお母様のもとに案内をお願いできますか。ええ、でもその前にまずは自己紹介するわね。私はロザリア・アリーン、双子の姉。今は一人前の戦士としてお母様と一緒に行動しているわ。こっちは妹のリリア・アリーン。はじめまして、よろしくお願いします。ロザリアはバカだから何か気に障るようなことをするかもしれません。でもそれはロザリア個人の行動であって、リリアとは関係ないから責めないでください。もう誰がバカですって。さっきの崩壊獣とはあなたたち子供二人だけで戦っていたのかしら。うん、お嬢ちゃん、誰が子供ですって。もう大人、子供扱いすると痛い目に遭うよ。そうよそうよ、私とリリアの体内にはそれぞれ崩壊獣が1体ずつ入っているんだからね。私たちすごいのよ。崩壊獣？はあ、もう。ロザリア、また言っちゃいけないことを言った。だ。お母様に言いつける。尻尾を引っ張ってもらうよ。やめて。尻尾はすごく敏感なんだから。ごめんなさい。今のは私たちの秘密なの。聞かなかったことにしてほしい。自己紹介はここまで。案内します。目的地は？開演場です。詳細座標はご存知ですよね。アインシュタイン博士。ああ、知ってる。テレサさん、ひとまずハイペリオンに戻ろう。詳細は後で説明する。これからネゲントロピーが保護している全文明の遺跡、開演場に向かう。話してなくてすまなかった。隠すつもりはなかったんだ。大丈夫よ。こういう遺跡、どこの組織にもあるものだから、言わなくてもわかるわ。それで、どこの島に行くのかしら。いや、にわかには信じがたいかもしれないけど、僕たちの目的地は海の底なんだ。見てきたけど、こんな綺麗に残っているところを見たのは初めて。海底で眠っていたおかげだね。ここ数ヶ月、天命はデザイアジェムを探して世界各地のネゲントロピー支部に攻撃を仕掛けてきた。
デザイアジェムを守りながら大勢の敵に追われたお母様はここに隠れるしかなかったの。一箇所に留まるのはあまり得策とは言えないわね。天命の偵察部隊ならいずれここに気づくはずよ。いや、もうすでに気づいているみたいだ。開炎城で大規模な戦闘反応を捕捉した。戦術機構のバルキリー部隊が交戦中だ。そんな、出てきた時は何もなかったのに。早く出してお母様を助けないと。総員戦闘準備。機構部隊に協力してバルキリーを撃退するわよ。追撃はなしだ。それよりももっと大事なことがある。早くカカリアの元へ急ごう。あら、お気遣い感謝するわ博士。待っていたわアインシュタイン博士。そしてハイペリオンの皆さん。ご協力、心から感謝するわ。思ってもないことは言わなくていいよ、カカリアさん。それよりも、本題に入らせてもらう。デザイアジェムをこちらに渡してくれ。安全な場所に移送する。そう焦らないで、アインシュタイン博士。天命がここに気づいたのを見たでしょ。ゆっくりと反撃の策を練りましょう。悪いけど時間がないんだ。デザイアジェム以外のことに関わる余裕はない。渡さなかったら敵はさっきの奴らだけじゃなくなる。ますます天命の指名手配犯っぽくなってきたわね。私たちはデザイアジェムのために来たの。デザイアジェムをこちらに渡せば天命も自然と矛先を私たちに向けるようになるわ。そしたらあなたたちも撤退する時間を確保できるでしょ。それでも応じないなら何か企んでいるとしか思えないわ。さすがの洞察力ね。降参だわ。ここの兵力だけで元 S 級バルキリーを相手にするなんて無理だもの。私の負けよ。デザイアジェムは開炎城の中よ。取ってくればいいわ。取れるものならね。どういう意味だ？アインシュタイン博士、この世の中何が起こるかは誰にも予測できないの。ちょっとしたアクシデントのせいでデザイアジェムが漁師の海へと落ちてしまったのよ。何を企んでいるんだ？だからただのアクシデントよ。企んでなんかないわ。取ってくればいいだけでしょ。あなたならできると信じているわ、アインシュタイン博士。
漁師の海の危険さを分かっていないんだ、君は。分かってるわ。だから協力を要請したの。デザイアジェムを取り戻せるのはきっとあなただけだから。必要な機材は用意してあるわ。好きに使ってくれて構わない。ただあなたが調査している間、ハイペリオンが開演場を守ってちょうだいね。そ、わかりましたね。プローニャたちを代わりに戦わせるよう。また騙しました。落ち着いて、プローニャ。感情に流されないように。部隊が安全に撤退できるようにしただけよ。デザイアジェムをそちらが入手しても、天命が私たちを攻撃しないなんて保証どこにもないでしょ。それにあなたたちは最初からデザイアジェムのことしか考えていない。まるで私たちのことはどうでもいいと言わんばかりに。言ったはずよ、これは互いに利益をもたらすための協力。天命こそが私たちの共通の敵なの。この遺跡は自由に出入りしていいわ。私がデザイアジェムを隠したと疑うなら、思う存分調べてちょうだい。気持ちよく協力し合いましょう。もう少し人がいればピクニックができ。やられた。これじゃあここにしばらく滞在することになる。カカリアがこんなことをするなんて、僕がもっと慎重に考えていれば。申し訳ありません。全てプローニャのせいです。これは投票の結果で、君のせいじゃないよ、プローニャ。落ち込むよりもこの問題をどう処理するか考えよう。博士、カカリアが言っていた漁師の海って一体どんなところなの？漁師の海はこの遺跡の最も深いところにある秘められた場所だ。そうだな、まずはこの遺跡について話そうか。はぁ、ちょっと寝るね。太平洋の底にこんな遺跡が隠されていたなんて。ネゲントロピーはいつこの遺跡を発見したの？そんなに時間は経っていないよ。数年前のことだ。第二次崩壊の時、月からの隕石が太平洋に落ちてね。その隕石を探そうとして偶然ここを発見したんだ。この遺跡が存在する海域はネゲントロピーの勢力圏内で、しかも場所が海底だ。だから天命も遺跡に気づかなかったのさ。うん、ここでキアナたちを待とうかな。早く出てきなさい。遺跡の中のこの文字、これは全文明起源で使われていた世界共通語だ。元はムー大陸と呼ばれる大陸内で使われていた文字で、古典視界文書に記されている文字もこの文字なんだ。視界文書、確か視界沿岸で発見された古の写し本ですね。まさか全文明のものだとは思いませんでした。視界文書はムーンライトスローン理論の元になった文献なんだ。だからムーンライトスローンの理論も開演場と同じで、ムー大陸を起源とする失われた技術なんじゃないかと僕たちは思っている。まだ確証はつかめていないけどね。記録によると、ムー大陸は全文明起源で最も繁栄した場所の一つなんだ。技術レベルは世界トップクラス。住人も世界総人口の6分の1を占めていたらしい。そんなに大きい国だったのに、その痕跡が少しも残っていないなんておかしいわね。そう、それは最悪な形で終焉を迎えたからなんだ。全文明起源の第9律者、岩の律者、彼女が疑似的な巨大ブラックホールを作り、この大陸の全てを飲み込んだんだ。重力が激しいプレート運動を引き起こし、
破壊し尽くされた後にわずかに残っていた建造物をマリアナ海溝へと沈んでいった。広大な大陸がいとも簡単に消えてしまうだなんて、ブローニャには想像できません。何が起こったのか僕には推測しかできないけど、その結果が今僕たちの目の前にある。律者は決して意のままに操れる存在じゃない。オットーのやろうとしていることはまるで子供の火遊びと同じようなものなんだ。ええ、おじい様の計画を止めるためにも必ずデザイアジェムを手に入れないといけないわね。つまんない。ブローニャ、びっくりした？孤児院とは全然違うでしょ。こんなに大きな海底庭園があるんだもの。だから天命がここを壊そうとするなんて許せないわ。開園城の損害状況を調べるようにお母様に頼まれたの。ブローニャ姉さん、手伝ってもらえないかな。タイド&シェイク、退散しなさい。やっ、上手ですね。タイド&シェイク、早く出てきなさい。で、あと少しで開炎城の内部に入るわ。中のものはネゲントロピーの最高機密よ。規律上は秘匿しなきゃいけないものだけど、今さら隠す必要もないわね。オスでは幸運を祈るわ。これが開炎城？驚いたわ。中と外で全然違うのね。とても同じ場所には思えない。あれ、なんだか頭がクラクラするわね。全文明起源の遺跡だということを考慮してもあまりに独特です。博士、漁師の海とは一体どういうところなのですか？宇宙にある全てのものは量子によって構築されているんだけど、その量子には不確定性があるんだ。量子が観測されるとき、無数の異なる状態にある平行宇宙からある一つを特定し宇宙へと収束する。これが量子力学の中でも有名な多世界解釈なんだ。もう少し分かりやすく説明できないかしら？いいよ、例を挙げよう。僕たちの宇宙をコップに入った一杯の水としよう。その周りには似ているけど違う一杯の水が無数にある。今コップの中の水が溢れ、机の中心で水たまりになる。この水たまりはどのコップにも属さないけど、水たまりの水は全てのコップから来ているかもしれない。全文明起源の人たちは平行宇宙にこういった奇妙な次元が存在していることに気づいたんだ。彼らはこのコップの間の水たまりを量子の海と呼んでいた。こういう概念は SF 作品でしか出てこないと思っていたわ。確かに信じられません。
ただ量子の海が存在している以上、理論上はそこを突き抜けることでもう一つの宇宙にたどり着けるということです。本当にそんなことがあり得るのですか？理論は所詮理論だよ。量子の海の向こうに何があるかは誰も知らない。それに量子の海に入ること自体極めて困難なんだ。海炎城の資料によると、全文明の人たちは無数の実験を繰り返し、最後の最後でやっと量子の海へとつながる扉を作り出せたらしい。それがこの遺跡というわけですね。その通り。で、モアナキノはあくまで先住民がつけた呼び名であって、事実上は都市でも要塞でもない。これは量子の海につながる巨大な転送ゲートなんだ。この転送ゲートの名前を開演の目という。今私たちがいる場所ね。ここへ来てからどうも調子が悪いと思っていたけど、それで納得したわ。長い年月の間、ここは量子の海の侵食を受け続けた。その結果、人工的な建造物から今僕たちが目にしているような異形な空間へと変わったんだ。そして僕たちは1年ほど前に量子の海を探索しようとある計画を実行した。結論だけを言うと、その実験は失敗した。今の人類の技術レベルでは量子の海に手を出すのは危険すぎたんだ。その時僕とテスラは身をもって痛感したよ。それで探索計画は無期限休止になり、開炎城も二度と実験に使われなくなった。けどまさかまたここに来ることになるとは思わなかった。門の向こうまで急ごう。何としてでもデザイアジムを取り戻す。ここから先、量子の海と同化しているみたいね。量子の海に入るにはここに飛び込めばいいのかしら。博士、量子の海に入る人選についてですが。うん、考えたよ。ここには僕が入る。君たちにはここの入り口をしっかり守っていてもらいたい。転送ゲートが開くとき、開炎の目が巨大な波動エネルギーを発生させ、付近の崩壊銃を引き寄せる。それを防いでほしい。一人で行くの？漁師の海に入る資格は誰もが持っているわけじゃないんだ。テレサさん、開炎城の内部に来てから体の調子がずっと悪いだろう。そうね、戦闘に支障が出るほどではないけれど。それが漁師の海に拒絶される人の症状だ。症状は人によって異なるけど、中には気絶する者もいるほどだ。この環境に適応できるのはごく一部だけだろう。無理して入ると二度と戻ってこれない。そうなの？見たところ
ブローニャは平気みたいだね。けど実際に入ったらどうなるかはわからない。だから最も漁師の海を理解している僕が入る。本当に大丈夫なのですか？ああ、信じてくれ。フィールドワークもそろそろ終わりだ。今日はハイペリオンに戻ろう。これから忙しくなるぞ。構わないわ。頑張っているね、テレサさん。お、博士、まだ起きてたの？普段通りさ。僕がいつも寝る時間はもう少し先だからね。まあ、僕のことは置いといて、テレサさんに用事があって来たんだ。システムが漁師の海の波動状態を調べている間に、テレサさんの依頼を完了させたよ。要望通り、血気死血行のシステム検査を行った。その結果、バックドアプログラムは確認できなかったから安心してほしい。天命がそれを使って追跡することは不可能だ。そう、安心したわ。ただ、それとは別に意外な発見が一つあった。メインシステムにグレイプニールという項目を見つけたんだ。ん？それは何なのかしら？月光の走行機能を制限するシステムのようだね。どういうこと？テレサさんは帝王級崩壊獣ビシュヌの DNA を持っているおかげで、優れた力と自然治癒力を兼ね備えている。けどこの二つは崩壊獣ビシュヌの本質じゃないんだ。テレサさん、よく聞いてほしい。ビシュヌが帝王級に分類される理由は、消滅時に及ぼす影響が非常に危険なものだったからなんだ。消滅時？それって…ビシュヌは崩壊獣を飲み込んで成長する崩壊獣だ。血騎士月光はテレサさんの中にあるビシュヌ DNA を活性化し、意図的な操作を加えることで力を発揮する神殺し走行なのは知っているね。けどこのグレイプニールというシステムは活性化 DNA の放出速度を大幅に制限しているんだ。そしてその制限はフル状態のおおよそ 15%。 たった 15%？ それじゃ効果がほとんど制限されているじゃない。その通りだよ。
活性化 DNA の放出には5段階あって、システムが1段目でロックしているようなんだ。制限というより今の月光はビシュニを封印するための束縛走行と言っても過言ではないだろうね。制限システムを解除すると活性化 DNA の放出速度が本来の設計通りになる。3段目から危険、5段目は禁忌となっている。予想では5段目になると放出速度が 100% になるんだと僕は思う。 100% になるとどうなるのかしら。それは僕にもわからない。その制限システム解除はできる？いつでも可能だ。テレサさんが覚悟できたらの話だけど。みんな、いい知らせがある。だから、今日中にデザイアジェムの場所を特定しなければならない。何か、ブローニャにも手伝えることはありますか？ブローニャ、君は賢いけど、コーシーの積分定理はまだわからないだろう。確かに、ブローニャにはわかりません。だから、別のお願いを聞いてほしい。この子たちをどこかに連れて行ってくれ。静かに作業できる環境が欲しいんだ。はーい、おはー、遊びに来たわよ。ロザリア、もう朝じゃないよ。どうして係屋のところじゃなくてこっちにいるんだ。私たちと行動するように係屋が指示したそうよ。今敵はいないんだけれどね。ブローニャ、少し遊んできてあげなさい。ロザリア、リリア、博士の作業を邪魔しないでください。外に行きましょう。やったー！ブローニャと一緒に遊べるわ！何して遊ぼうかしら？かくれんぼはどう？今日は三人いるもの！かくれんぼは好きだよ。動かなくて済むから。ブローニャはあまり好みません。他に選択肢はありますか？あ、そうだ！せっかく観客がいるんだから、私たちのステージを見てもらうのはどう？ステージ？きっと驚くわ！ブローニャがいなくなった後、リリアと偉業を成し遂げたんだ！実は、大人気子役グループ、モッカガールとして、シベリア芸能界でデビューしたのよ！係屋個人限定だけどね。毎年数えきれないほどの公演があって、本当は一回だけ。毎回満席で、観客はみんな個人の子だしね。座れずに立ち見するお客さんまでいたの。椅子が少なかったの。全部で3つしかなかったから。うん、リリアは黙ってて。やっぱりかくれんぼにしましょう。地形を観察中。イエス、マスター。イエス、マスター。目標発見。ファイヤー、ファイヤー、ファイヤー。目標発見。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 ファイヤー。照準装置。ファイヤー。目標発見。ファイヤー。ファイヤー。目標
見つかったね。どうして二人一緒に隠れているんですか？隠れるのがめんどくさいからロザリアについていけばいいかなって。私たちの負けね。罰ゲームとして約束通りブローニャにウォッカは涙を流さないを披露するわね。ブローニャはそんな約束をした覚えありません。脚本はロザリアが書いたよ。字は汚いけどいい話なのは保証するよ。すみません、ブローニャはタイトルからそこはかとない地雷臭を感じます。でもいいです、続けてください。第一幕。昔昔、氷と雪に包まれたシベリアでのこと。その日、ボーリ孤児院に新しい仲間がやってきた。僕はアレクサンダー・アレクシエビッチ・ドストエフスキー、アレクセイ・グリゴーリエビッチ・ドストエフスキーの4人目の子供だ。ブローニャは前言を撤回します。かくれんぼを続けましょう。なんでよ、あれ、エフスキーに何か不満でもあるの？名前を覚えられないのなら、そんな名前をつけなければいいと思います。ブローニャ姉さん、私たちの話本当にみんな気に入ってくれてたんだよ。そのみんなとは誰ですか？子猫とか子犬とか鳥とか石？あと崩壊獣よ。久しぶりだわ、こんなに嬉しいの。まるで昔に戻ったみたい。孤児院の広場でみんなで遊んでいた頃に、ブローニャ、ソフィア、イサベラ、セーレ、みんながいた頃に。お母様と共に行動している子はあなたたち二人だけなのですか？いろいろあって今は私たち二人だけよ。幼い子たちは孤児院に残ってて、シマールが世話係になってる。あのシンが世話係？ブローニャには想像できません。ブローニャ、少しいい？見せたい場所があるの。ここは偶然見つけた島だよ。海炎城から剥がれ落ちてできたのかもしれない。とても綺麗で童話の中の世界みたいでしょ。4ヶ月間私たちはずっと天命に追われて隠れ続けてきたの。潜伏先は廃墟、荒野、捨てられた都市ばかり。ここを訪れた時、夢を見ているような感覚に陥ったわ。この世界にこんなに綺麗な場所があるなんて想像もしてなかったから。まるで天国。目標発見。目標発見。ファイヤー。目標発見。ファイヤー。無条件射殺機。目標発見。ファイヤー。目標発見。ファイヤー。射撃開始。ファイヤー。目標発見。ファイヤー。目標発見。ファイヤー。起動解禁。目標発見。ファイヤー。目標発見。ファイヤー。起動エイ。射撃開始。目標発射。ファイヤー。イエスマスター。これは誰かのお墓ですか？
ザベラ、ブローニャ姉さんが来たよ。ごめんね、ブローニャ。内緒にしてて。せっかく再会できたから、会わせてあげたかったの。わかっています。ロサリア、謝らないでください。執行命令なし。ブローニャ、警戒モードに移行。これは、いつのことですか？大崩壊のせいで、何もかもがめちゃくちゃになって、その時に子供がたくさん亡くなったの。天命に追われて、逃げ続けて、安心して眠る場所すら見つけられなかった。このお墓は、かかりやお母様と一緒に建てたの。この島のことを教えたら、お母様も気に入ってくれたから。ここは雪原とも孤児院とも違って外の世界だって、見ているだけで幸せを感じられる場所だって。昔はこんな景色を見ることなんてできなかったけど、ここで眠り続けてる限りずっと見ていられる。気に入ってもらえてたらいいな。ブローニャ、ブローニャ、ブローニャは帰ります。もう少しここにいてくれない？ブローニャ、ダメかしら？ブローニャはたまたまここに来ただけで、あなたのことを許したわけではありません。ブローニャ、ブローニャの脳内にあるチップを使ってウェンディとメイ姉様を傷つけました。そのことをブローニャは一生忘れません。お母さんが悪かったわ。リツシャを捕まえる機会を逃したくなかったの。ブローニャもわかっているでしょ？リツシャの研究がうまくいけば。ブローニャには分かりません。あんなことをしてどうしてそう何もなかったかのように平然としていられるのですか？ブローニャには全く分かりません。嘘つき。そうだと思うのならそれでいいわ。ブローニャは信じていました。まずいよ、なんとかしないと。地形を観察中。ブローニャ姉さん大丈夫？ごめんね、わざとじゃないの。お母様が今日ここに来るなんて知らなかったから。大丈夫です。ブローニャは二人のせいだと思っていません。ブローニャとお母様のことは気にしないでください。もうすぐ夜になります。帰りましょう。うん。帰ろう。明日、デザイアジムを回収するとき、リリアと一緒にお手伝いするわ。うわ。リリアはもうダメみたいね。おやすみ、ロザリー。
したのですか？リディアは夜7時くらいになると眠くなるの。この子、いくつになっても子供だから。こういう時だけお姉さんに見えます。殴るわよはいはい。ブローニャは知らないわよね。ブローニャが出て行った後、海辺で病気のリリアを今みたいにおぶっていたことがあったの。そしたらたくさんの崩壊獣に囲まれてね。そんなことが。それでひどい怪我を負ったわ。お母様が駆けつけてきてくれた時の表情、今でも忘れられない。お母様のあんなに怯えた顔、後にも先にも見たことないから。ロザリア、あと少し遅かったら二度とブローニャにも会えなくなってた。お母様がね、助けてくれたの。不思議なお医者様を探して治してくれたわ。角と尻尾が生えてきて、体は以前よりも軽くなったわ。あれほど怖かったゾンビや崩壊獣も今じゃ相手にならないもの。リリアは居眠り病になったけど、これが最良の結果だったと思ってるわ。私もリリアも分かってる。お母様がした実験はブローニャに辛い思いをたくさん与えたこと。でもその実験がなかったら、きっと私たちは助かっていなかったわ。大丈夫です。ゼーレとブローニャがいなくなった後、お母様はよく自分の部屋に閉じこもるようになったわ。きっと悲しんでいたの。みんなの前では平気なふりをしていたけど、すぐわかるもの。後悔していると思うわ。あなたたちをあれほど大事にしていたから。後悔しても何も変わらないことはわかっているわ。でもお母様のそばには誰かがいてあげないと。だから私とリリアは残ったの。もっとお母様の力になれれば、孤児院のみんなも助けられて、リリアの病気も治るかもしれない。そしたらブローニャが嫌っていた実験もしなくて済むわ。昔はブローニャとお母様に守られてばかりだったけど、今なら私もリリアも一緒に戦える。ロザリア、ありがとう。やっと帰ってきたね、ブローニャ。昔の友達とは楽しめたかい？さっきテスラ博士からメッセージをもらったんだけど、これを渡すように頼まれてね。これは？テスラ博士がメイのバトルスーツを作った時、君のデータを元にもう一着作ったんだ。君に渡すのを忘れていた。このバトルスーツは、もう少し調整が必要だな。今からしよう。地形を観察中。無条件射殺許可確認。調整は順調だ。実戦に投入しても問題ないと思う。博士、漁師の海について少し聞きたいことがあります。うん、何を聞きたいんだい？ハイヘビがハイペリオンのメインシステムに侵入した時、ブローニャは実験記録を見ました。1年前の実験でネゲントロピーの名手であるベルとヨウが漁師の海に閉じ込められていました。これは真実ですか？ああ、君たちの不安を煽ってしまうんじゃないかと思って、
あえて伏せていたんだ。彼は自らあそこにいることを選択した。1年前、漁師の海の探査実験を行った際、僕たちはある存在を驚かせてしまったんだ。それのせいで実験は失敗し、僕とベルトは怪猿の目に吸い込まれた。ある存在？あれが何なのか僕にもわからない。唯一わかるのは、あれが人類の敵だということ。ベルトが僕を漁師の海から逃がすとき、彼は残ることを選んだ。あの未知の敵と戦い続けると。助けに行かなかったのですか？できなかったんだ。ネゲントロピーの技術では到底無理だったんだ。それに軽率に行動したら逆に彼に迷惑をかけるかもしれない。ブローニャ、どうして急にこんなことを聞いたんだい？いえ、理由はありません。少し気になっただけです。漁師の海に幻想を抱くのはやめた方がいい。僕たちが軽々しく手を出していい場所ではないんだ。はい、わかりました。デザイアジェムの特定も終わったんだ。今夜はゆっくり休もう。明日から本格的に行動開始だ。敵へ発見できず。ここにいたのね、ブローニャ。学園長、どうしたの？もしかして係屋のことかしら？はい、お母様と偶然会ってしまい、ブローニャはいろいろと言ってしまいました。係屋は謝ってくれた？いえ、でもロザリアはお母様が後悔していると言っていました。ブローニャはどう思うの？ブローニャには分かりません。鉄の錆と血の匂いが12歳になる前のブローニャにある唯一の記憶です。あの地獄からブローニャを救い出したのがお母様でした。家族、友達、愛情、ブローニャが欲しかったものは全てお母様がくれました。孤児院にいた2年間、あそこは永遠に変わることのない自分の家だとブローニャは信じていたのです。ですが、ひどいことをされた。リツシャがお母様にとってどれほど大事なのかブローニャは理解しています。お母様はリツシャを作り出すこと、捕獲することに犠牲を惜しみません。ただそれは孤児院にいる全ての子供たちを生かすためです。分かってはいるのです。でもそれでもブローニャはウェンディとメイ姉様を傷つけたくありませんでした。何も間違えてなんていない。ブローニャの選択は正しいことよ。どんな理由があれ、やりたくないことを強要させるべきじゃないわ。ましてやあんなやり方で。ブローニャは過去にお母様からいただいた愛情を否定しようとは思いません。でブローニャはお母様とどう向き合うべきなのでしょう。カカリアの子供に対する愛情は本物かもしれない。でも彼女は尊重こそが本物の愛だと理解していないのよ。子供は成長するものだって理解しなければいけないわ。尊重ですか？大人になってもね、怯えたり迷ったり答えが見つからなかったりする時はあるわ。そんな時こそ逃げずに自分の選択に間違いはないと信じなさい。あなたはセイフレイヤ学園のトップにいる生徒、優秀なヴァルキリーで人類のために戦う戦士なの。
全てはあなたが選んできた結果だから。え、ブローニャ、自分を信じなさい。あなたはもう子供じゃないのよ。学園長にそういったことを言われるのはなんだか慣れませんね。私だってこういうことくらい言えるわ。からかわないの。でもすっきりしました。ブローニャ、頑張ってみます。え、ブローニャならきっとできるわ。ありがとうございます、学園長。ブローニャ、作戦地点に到着。開炎場から異常なエネルギー反応を検出。一体何があったんだ。調べないと。すぐにロボットを向かわせよう。ご用件は何でしょう。あ、偵察のためにまずはスピーカーの音声をオフにしてくれ。誰かが開炎場にいるのか。正確にやるとアインシュタインが開炎の目に入るそうよ。子供には手を出さないでちょうだいね。この声はカカリアだ。やはり何か。けど話してる相手は誰なんだ。それから天下制裁に関する情報を入手したわ。反応がない。捕まったか。あの声どこかで聞いたような。学園長、アインシュタイン博士がどこにもいません。どうしてこんなことに。ブローニャが最後に博士を見たのは整備室でした。でも今は誰もいません。このメッセージだけがその場に残されていました。アインシュタインが私たちを置いて行動するなんて考えられないわ。きっと何かあったのよ。学園長、太平洋の底で激しい崩壊エネルギー反応を検出しました。この海域の崩壊獣が一斉に開炎場へと移動しています。崩壊獣？
まさか私が制約の十字架を振り下ろしたら、へいへい、私の時間では誰も勝てないのよ。起動し、崩壊獣がそれに引き寄せられたのよ。漁師の海の入り口が解放されたということですか？どいて！海炎城に入るわ！死にたいのなら勝手になさい。でもブローニャ、あなたはダメよ。海炎の目が暴走した今、数えきれない崩壊獣がここに向かっているわ。天命にも何か動きがあるはずよ。ここにいたらきっと死ぬことになるわ。私は開炎城を諦めることにしたの。ついてきてちょうだい。ブローニャにはやらなければいけないことがあります。何をする気？いい子だからここを離れなさい。ブローニャは拒否します。戦術機構、あの子を止めて。退散しなさい。つまんない。やっ、無条件射撃とか確認。もう子供じゃありません。もうずっと前から。ロザリア、リリア、ブローニャが開炎城に。あの子を助けて。ただ漁師の海には絶対に近づいちゃダメよ。急ごう。どうして？カカリア、ますます感心したよ。うるさい。認めざるを得ないな。君は今までで一番信頼できるパートナーだ。この短時間で挽回策を練ったこと、そしてそれ以上に目的のために犠牲をいとわず、あらゆるものを利用する君の覚悟に、骨すぐれた母親だな、君は。ブローニャ。どこにも博士の痕跡はありません。それに開炎の目の波動エネルギーが上昇し続けています。もう崩壊獣が多すぎるわ。お待たせ、大丈夫？ロザリア、リリア。ブローニャ姉さん、心配しないで、助けに来たの。気をつけて、また敵が来るよ。いくら倒してもキリがないわね。まるで孤児院のゴキブリみたい。早く出てきなさい。出ないと全部壊しちゃうわよ。イエーイ、
よ。ここなんだか気分が悪い。何かに見られているような。私もクラクラしてきた。ひとまず戦闘が落ち着いてよかったわ。うん、まだみたい。新手が来るよ。そんな、遺跡内の崩壊獣が一斉にここに向かってる。冗談じゃないわよ。この数バカじゃないの。タイミングが悪すぎるわね。何としてでも止めなきゃ。開演場を失うわけにはいかないもの。私が相手するわ。ブローニャはその子たちを連れて隠れていて、絶対に近寄らないように。その制限システム解除はできる？いつでも可能だ。テレサさんが覚悟できたらの話だけど。もうとうに覚悟はできているわ。血騎士月光装着。巨大エネルギー源の接近を確認しました。待って、これは、この反応、開演の目から来ています。Yeah!
地の敵が陽子の海へと戻ろうとしています。待ってください。海炎の目のエネルギーが弱まっているようです。このままでは陽子の海の入り口が閉じてしまいます。これが最後のチャンス。プロゲ、待って！安心してください、ロザリア。ブローニャは無事に帰ってきます。